視力が悪化した状態で放っておいたり、自分が合わないメガネやコンタクトレンズをつけていると視力がさらに悪化する原因にもなりますよ。メリカンサイズキューチャイボーグチェックだ。どうもコンタクト社長の吉田氏でございます。コンタクト社長、突然なんですけどご相談がありまして。うん、どうした。最近引っ越しを考えてまして、アクセスの良い都内に住むか、それとも家賃が安い郊外に住むか悩んでるんですよね。これはもう絶対アクセスの良い都内に住んだ方がいいと思います。なぜならば時間は24時間全員平等なので、どこに行くにもアクセスが良い都内の方が絶対いいと思うよ。ありがとうございます。大変勉強になります。悩みは誰にでもつきものだから相談してよ。ありがとうございます。ところで今日一体何やるの。今回は、非コンタクト所有者が抱くコンタクトをつけたらどうなるのにフォーカスして、いくつか質問を用意しました。いつもとは違った角度から質問を考えているので、コンタクトをつけるか悩んでいる方にも参考になる。あ、いいね。非コンタクト所有者ってことね、はい、そういうことなら任せてください。それじゃあいきましょう。じゃあまず一つ目の質問です。はい。もともと視力は良かったんですけど、だんだん視力が悪化してきたような気がしています。ただ裸眼でも日常生活は特段困ることないんですけど、この状態でコンタクトレンズを装着すると視力悪化しますか。長いな質問がこれは自分で判断するには一番難しいタイミングなんだけど、これを説明するにはですね、視力が悪化するメカニズムを知っておく必要があります。ちょっと難しいことは分かんないんで、分かりやすくお願いしますですね、原因は様々ですが、簡単に言うとピントが網膜上で合わないことが視力が悪化している状態なんだ。この状態を矯正してくれるのがメガネやコンタクトレンズの役割なんだよね。視力が悪化した状態で放っておいたり、自分が合わないメガネやコンタクトレンズをつけていると視力がさらに悪化する原因にもなりますよ。それは怖いですね。自分の視力を守るためにもしっかり眼科を受診して、自分の目の状態を理解した上で自分に合ったコンタクトレンズを選ぶことが重要なんですね。そう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 、よく分かってきたじゃん。じゃあもう一つだけ質問させてください。もちろん。ありがとうございます。メガネ装着者の場合、メガネと同じ度数のコンタクトレンズを選んでもいいんですか。なん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 、メガネとコンタクトレンズでは眼球からレンズまでの距離が異なり、補正する度数が変わってくるので、別途眼科受診をして自分に合ったコンタクトレンズ選びをしなきゃいけないよ。なるほど、そうだったんですね。気軽に始められそうなメガネからチャレンジしてみるのもいいのかなと思ったんですけど、コンタクトレンズの方がいいのかちょっと悩んできちゃいました。どちらにも良さがあって、手入れが楽なのはメガネだし、運動時に適しているものはコンタクトレンズだったりするよね。コンタクト装着者も多くの人はメガネと併用していたりするから、どんな目的で使いたいかによって考えてみるのが良さそうだね。その話また聞かせてください。そうだね、今回の動画の高評価やコメントで希望が多かったら、メガネとコンタクトレンズの使い分けについて動画にしてみようかな。これからコンタクトレンズやメガネを装着してみたいと思っている方は、まず眼科に受診を行い、自分に合ったコンタクトレンズをつけることが重要です。さて今回はコンタクトデビューに二の足を踏んでいるあなたのために D の素朴な疑問を交えて解説しました。その他気になる点があればコメント欄にどしどし書いてみてください。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。なるほどなるほど、そういうことだったら任せてください。任せてください。それが感じはしてないよ。いやいやいや、自己申告しました。自己申告ですから。